若くして、才能を披露して高く評価された戦が、そのまま、スター選手として活躍し続ける証はない。怪我やプレッシャーに苦しみこん、一瞬を落とす選手がいれば、ピッチ外で、問題で、活躍の場を失っていく選手も多い。今は、大きな期待を背負いながらも、大舞台から、おけした、ドイツ人選手を紹介する。チェルシー遺跡から世界を流浪。 9カ国でプレーしたドイのメッシュグッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート、MF、マルコ・マリンゲン所属クラブ、ある、ライド、サウジアラビア一部、今シーズンの王、サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1話無料お試し実施中、アイントラハト・フラン、フルトから、 ボルシア・メンヒエングラート派に移籍してトップチームデビューを課したマルコ・マリン。18歳だった07、08シーズンはチームが2部に降格したが主力として活躍してい2桁アシストを記録してチームを一部復帰へ導くと翌シーズンも一部で2桁アシストを巻く。170センチメートルという身長はブンデスリーガの中ではと最小柄だったが アジリティと鋭いドリブを武器とするプレイスタイルからドイツの死と呼ばれた。ボルシア・メニヒ・エングラートバッハを一部昇格に導いた2008夏、19歳の若さでドイツ代表デビューを果たしゴールも決めた。20歳でブレーメンに移籍するメスとエジルと共に攻撃陣の軸とないる。2012年夏、800万ユーロ。 約9.6億円と報じられた遺跡で、チェルシー加入が決まる。しかし、ブレーメでプレーした最後のシーズンの終盤でを、負傷の影響で出遅れてしまった。プレミアリー、具出場はわずか6試合、わずか1年でセビージャとレンタルされてしまった。マリンは、これま、9カ国でプレーする当たり取りとなった。セビージ、ピオレンティーナ、アンデルレヒト、 トラブンスポルト期限付き移籍したが最後までチルシー復帰はかなわず契約期間が残り1年となった2016年夏27歳のマリンはギリシャのオリンピアスに完全移籍したその後はセルビアのレスターを経て現在はサウジアラビアにいる年1月にあるアハリへと完全移籍し今年2月はあるライドへ期限付き移籍している Thank you.